いやー楽しかった。青少年科学館、大人だけど楽しめちゃうんだよね。なんか久々に子供心に戻った感じ。夏休みかな、みんな楽しそうに遊んでる。ああ子供に戻りたいな、そんな気持ちになっちゃうよね。さあ現実に戻って、私は腹ごしらえでもしますかね。久々に来た新札幌、ここに来たら食べたくなる味がある。ではでは建物の中へお邪魔します。結構広いんだよな、この建物。確かこっちの方で合ってたはず。いつも迷っちゃうな。あーあった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 。ここここ。醤油屋本店、サンピア座店。ここ好きなんだよな。最近は800円以下でラーメン食べれること少なくなったから嬉しいよね。セットメニューもいろいろある。それじゃあお邪魔します。メニュー表が独特だね。あまり見たことないメニュー表。さて何にしよっかな。今日は結構お腹空いてるからセットメニューで行きたい気分。いつも単品しか頼んだことないからちょっと悩むな。気になっていたこいつを頼むとしましょうか。すいません、はい、お願いします。こっちですね。まだお伺いしなかったのごめんなさいね。すいません、給食2年生2年生でお願いしていいですか。はい、はい、2年生入りました。今日はちょっぴり子供に戻りたい気分、給食で決めちゃいましょうか。お店の中の雰囲気が結構レトロで独特。創業昭和30年、歴史あるラーメン屋さんだな。お店の中の一つ一つがレトロな雰囲気を楽しませてくれる。待ってる時間もなんだか楽しいよね。お待たせいたしました。2年生でございます。はい、ありがとうございます。ごゆっくりしてくださいませ。どうぞ。ありがとうございます。私が頼んだのはこちら、給食2年生ラーメンにライスカレーにおかずの満腹セットです。シンプルだけど美しいラーメンスープが輝いてる。そしてカレーいい匂いだ。別腹でおかずがあるのも嬉しいね。いただきます。さあそれでは行きましょう。まずはスープから。とっても美味しい。すっきりとしてるけど上品なコクがある旨味が詰まったスープ。そしてそのスープに相性抜群の自家製の麺。スープと絡んで最高だな。そしてほうれん草をいただきます。ラーメンにほうれん草が入ってるの好き。うん、やっぱり美味しい。そしてナルト、最近はナルトが入ってるラーメンはあまり見ないけど私は好きなんだよな。ほんのり甘くて優しい味なんだかホッとするね。やっぱりラムに合うんだよな。そしてスープの染み込んだお麩、これも好きなんだよな。噛むと口の中でスープが広がって幸せになれる。お麩の入ってるラーメンもあまり見ないかも。こんなに美味しいのになんでだろう。お口の気分を変えるおかずも
なかなかいい仕事してる。わ、美味しい。そういえば、なんで給食2年生って言うんだろう。もしかして日本の給食はカレーとラーメンがセットで出るのか。日本の小学生はもしかしたら結構いいもの食べてるのかもしれないな。羨ましい。やっぱり子供に戻りたいかも。ラーメンを食べると喉も渇くよね。うん、お水が美味しい。このコップもなかなか可愛いよね。あんま見たことないかも。そして柔らかのホロホロチャーシューもいただきましょう。うん、チャーシューはしっかりとした旨味があるけど油っぽくなくて食べやすい。私の好きなタイプのチャーシューだわ。そしてラーメンの休憩中にはカレーを食べる。これもまたシンプルだけど美味しいカレーだ。これだけ美味しいものが揃ってるとあれも欲しくなっちゃうよな。すいません、ビールいただいていいですか。はい、ビール、瓶ビールですけど大丈夫ですか。あ、瓶ビールで大丈夫です、はいはい、うん、むしろ瓶ビールは嬉しいかも。あ、すいません、ありがとうございます。なんか給食なんですけれどもビールで飲んでルール違反じゃないのかなと。ありがとうございます。さて、第2ラウンドのゴングが鳴りました。ビールと一緒に行っちゃいましょう。今日も暑かったからこのビールは体に染みるはず。いただきます。おいしい。うん、大正解。お、私の好きな曲だな。ふざけすぎた季節の中で今春が来て君は綺麗になった。店内の音楽も良いし気分は上々です、うん、ラーメンとビール、今日のお昼も優勝しました。子供に戻りたいとは思ったけど、ビールは大人しか飲めない。やっぱり大人のままでいいのかもしれないな。給食とビール、最高の時間でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お願いします。はい、お預かりしてよろしいですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。当店のポイントカードお作りになりませんか。あ、お願いします。どんなつく日がポイント倍になってます。はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。今日来てよかった。ポイントカードあるの知らなかった。ごちそうさまでした。大人と子供の両方の気分を楽しめる醤油屋本店、美味しかった。また来よう。でもやっぱり夏休みは羨ましいな。